In a forest world, there's a king of food people are crazy about. It's called Ramen. Now, three finest heroes have just arrived to eat Narutonian, Mimakuin, Chashu Man. The Sendai Ramen Three Musketeers.仙台ラーメン三重師平成の仙台四郎です。本日ご紹介するのは伊藤商店の金の肉そば。子供の頃にその坂内食堂さんですかね、食べた頃にその麺が見えないチャーシュー麺を見た時にすごいカルチャーショックだと思うんで、そういう感じをね、皆さんに思っていただければいいなと思って、チャーシューの蓋みたいな形で提供していけばなと思っています。伊藤商店金の肉そば参る。ご覧ください、こちらの肉そば、まさに金の肉そば。おお、深い、うまい。口に入れた瞬間に香りがブワーッと広がって、なんでしょうね、この出汁はこう貝のような味がしますね。うちはげんこつと野菜とあとは煮干し類ですね。貝は醤油だれの方に使って。そしてこちら麺、ご覧ください、これ中太の縮れ麺でしょうか、若干平打ちのような感じもします。うん、すんごいもちもちしてる。手もみ縮れ麺ってやつですかね、特注で作ってもらってる麺なんですけど、普通会津で食べてる麺よりは若干細くしてあります。それじゃあこちらのお肉いただきます。うわ、本当に歯を使わずに飲み込める。チャーシューは飲み物です。ありがとうございます。醤油と余計なことはしないで、本当その肉の味を消さないように忠実にと思ってやってますね。いや、この黄金スープに縮れ麺、そして何より飲み込めるチャーシュー、参った。麺はみんなのために。金の肉そばはチャーシュー好きのために。飲み込めるほど柔らかいんです。